今、出ました、出ました、出ました。出ました。っぽいですね。セッティングってなってて、なんで消えたのかな、今、ライブになってますね。なってますね。はい。はい。うん、あれ、何の話までしましたっけ、Airbnb の話。そうそうそう、その Airbnb の話を、うん、僕がそのオンライン宿泊をやってる時に、お聞きしてで、はい、こう なんかまとめてたじゃないですか、あの、はい、いろんな体験があって、うん、でそれがなんかすごいさすがだなって、ま、マジで感動したんですけど、僕あれ本当ですか、嬉しいですね。でもあれをね、いやあれをこう公開するというか、いやこんなこと僕やってるんですよっていう、なんかシェアしてくれるのもなんかすごい、なんていうのかな、本当すか、うん、素晴らしいと、シェアしますけど、素晴らしいと思いました。でも僕らで言うと、その外国人に対しての売り上げが全く、まあ、来れなくなったんでなくなっちゃったんですけど、うん、ですよね、うん、その状態の中でそれこそオンラインで何ができるかって、うん、走ってるトップランナーはエアビーなんですよね、多分、うん、ですね、結構早かったですもんね、なんかオンラインで。めちゃくちゃ早かったですよ。ね、多分僕が一番最初に調査し始めて4月13日なんですけど、うんうんうん、4月13日には一番レビューが溜まってるやつで79件。すでにレビューが溜まってたんです。はい。ってことはもう、そっか、だってそうですね、1日ね、なまあそうか、オンラインだからでもあれか、人数は一気にできるっていうのもあるけど、はい、そこは最初の1週間で170件レビューが溜まってますね。1週間で ?1 週間で。でもそれ7で割ると25件とかですか。うんうんうん、1日25件、なかなかですよね。ですよね。はい、だからそう考えたら宿だとね、1日25人受け入れるって、まあまあね、あの私の1軒目の宿ってちょうど10室の部屋で、まあマックス大体25人ぐらいなので、うんうん、はい、お客さん25人受け入れるっていうのは、まあああいう感じだなっていうのは分かりますけど、そういう意味ではオンラインだとね、あの一気にというか一瞬でね、こうあのまあ、携帯はね、いろいろ、例えばオンライン宿泊だと、やっぱりコミュニケーションを何人かで取るっていうのが肝だから、あんまりたくさんいたらね、ちょっとなかなか満足度が下がっちゃいますけど、うんね、一方的にこう話を聞く場っていうところ、まあこうね、講義とか講演だとか対談だとか、そういうのだったらね、いやー、でもそれ、今おっしゃった、その違いを出すっていうのは、すげえ大事な気がしますね。そのオンラインで人の講義を聞くだけと、オンラインツアーに参加して、それこそオンライン宿泊に参加して、うん、あの総合コミュニケーションがあるっていうのは、払うお金も違いますし、もちろん得る対価も全然違うと思うんですけど、そうですよね、そうですよね。逆に言うと、その違いを出さないと、対価が出てこない、当たり前なんですけど、そうですよね、うん、はい、そこのだからバランスがね、なかなか難しいなっていうね、まあ、例えばマンツーマンでやりますとかだったらね、あれ、単価はね、それはもちろん上がるでしょうけども、はい、人によってはね、なんかいろんな人と一緒に参加したいっていうところでね、うん、あの満足度を感じる方もおられるし、もちろんそうですね、また人によっては、あのこの間もね、オンライン宿泊でお一人、あんまりこうどちらかというと、こう積極的に話するっていうよりも、いろんな人の話の聞いてたいっていう方もあのおられたんですよね。で、うんうん、そういう方は、あんまり、なんていうか、逆に言うと、あの盛り上がってる話を横で聞いてるのが楽しいみたいなね、そういう方も、まあ、宿の、ね、お客さんでもたまにそういう方もおられますし、だからそうなると、やっぱりそのファシリテート役の人が、うん、そのね、まあ、空気を読んでっていうか、まあ、全体を見て、あ、この人はこんな感じなのかなみたいなね、うんうん、そういう感じでこう持っていき方を、まあ、私もなんかやりながら、まあ、ちょっとずつちょっとレベルを上げていってるっていう感じですけど、超大事です。ね、あ、ごめんなさい、逆に、うん、いやだからそうそう、だからガイドのねお仕事をだからされてるっていうところで、なんかその辺のこともなんか通じるところがあるのかなと思って、うん、いやでもファシリテーターは超大事ですよ、特にオンラインといて、うん、なんかなんでしょうね、リアルでガイドがいるんであれば、まあまあガイドは言ってしまえばリアルで接してれば、まあ、当然画面上で
画面上というか、まあ、当然そのコミュニケーション上でファシリテーターに勝手になっちゃうわけですよね。なんですけど、オンラインで言うとファシリテーターがしっかりしないといけないっていう、なんて言うんでしょうね。そのオフラインだと勝手になるんですけど、オンラインだと意識してファシリテートしないと成り立たないみたいなのがあるよね。そうですね。はい。だからそれで言うと、オンライン体験におけるファシリテートないしはガイド機能っていうのはものすごく大事な気がしますね。うん、そうですね。だから逆に言うと、すごい人にこう依存しちゃう、まあ、より、まあ、まあガイドももちろんそうですけど、だから意外となんか、僕やってて思うのは、なんか誰にでもできるようで、意外と誰にでもできないのかもしれないなって。そうです。そうです。多分そうです。なんか感じてるんですよね。だから、多分そう。なんか最近ちょっと言葉をより聞くのは、オンラインなんとか何々流行ってるから、で、みんな多分始めるから、競合が増えるとかっていう、ね、まあもちろんそうなるのは、なるのかもしれないけども、より、ね、個性も出るだろうし、なんていうのかな、まあ、例えば、まあ、大きなホテルのね、人が、じゃあ誰、その大きなホテルの、社長さんなり、こう、トップの人がやるのかっていうと、多分そうじゃないだろうし、まあまあ、もちろんスタッフの方がね、やって面白いっていうのは、まあ、あるだろうから、まあ、ポテンシャルはね、あると思うんですけど、まあ、あとツアーだったらね、その、まあ、まさにでもガイドだったら、まさにそのガイドの人の、こう、コミュニケーション能力だとか、ファシリテートの能力だとか、知識だとか、そういうことですよね。いやー、なんか、オンライン宿泊って、それこそアパホテルがやるとかってありえないじゃないですか。ですよね、そう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 。なんか、オフラインでもつながりがない人が、オンラインをいきなりつながりとか言っても、うんうん、あんまり面白いことができるイメージが湧かないですけど、オフラインで面白い人が、オンラインでより、なんていうんでしょうね、コネクトするというか、なんかそういうことができると価値があるっていうところで言うと、うんうん、それこそ富士山とか、なんかゲストハウスの人って、キャラが立ってる人がめちゃくちゃ多いと思うんですよ。うんうんうん、キャラ立ってないと、だってゲストハウスが立たない。まあまあまあ、そうかもしれないですね。なんか、それってすごいことだぞって思うんですよね。その、なんていうんでしょうね、自分たちが宿を選ぶ基準の一つ。になると僕は思うんですけど、なんかオンラインでもそのキャラクターの強さっていうのはすごく生きてくるんじゃないかな、むしろそれがないとっていう感じはありますね。そうですよね。いや、私もそれはすごく感じていて、なんかこれからの時代っていうのは、そのまさにその我々のような小規模の宿、まあ、小さくても発信力があったりだとか、まあ、その今言ったキャラとか個性ですよね、うん、がある宿の方がどちらかというとこうもう強みをよりこう発揮できる場面が多々出てくるんじゃないかなと思って、まあ、逆に言うとそういうことがやれないところ、うん、はなかなかこうちょっと難しくなってくるんじゃないかなっていうふうに、まあ、それはもちろんね、希望というか期待もあるんですけど、だからなんか我々今これからの時代本当にそういう小規模の宿がどんどんぐいぐい前に出てくるんじゃないかなと思っているんですよね、うん、そうであってほしいですね。僕本当あんまり僕結構人目をはばからずよく言うんですけど、僕あんまりチェーン店好きじゃないんですよ。マックとかハとかこのオンラインで言うことじゃないですけど、スタバとかあんまり好きじゃないですよ。うん、もう、スタバ好きとか言う人あんまり。だからあれでしょ、だからその、誰かが、何々さんがやってる、なんとかっていう、そのもう、めちゃめちゃ固有名詞ですよね。そうです、そうです、そうです、うん。僕の家の下の高橋さんがやってるコフィノワっていうコーヒー屋さんが好きなんですよ。うん、ですよね。でもそれって多分、そういう、これからって多分、そのね、オンラインで、例えばそれこそ発信もできるし、つながれるし、で、やっぱりつながったら、やっぱり行きたいなってなるし、うん、なんかますますね、それこそさっきのお茶の方の、お名前何でしたっけ、本田さんです。本田さんにね、オンラインで出会って、オンラインでお茶の飲み方を教わったら、うん、まあ、間違いなく僕も多分、じゃあ来年行きますってなると思うので、だからですよね。本田さんの持ってるお茶スペース、富士山の茶の間、あそこ90分、貸し切り、これですよね、貸し切り券。さっきのお茶のやつ、あ、これか。
貸し切り券。あ、そうですよ。この一番最初の写真、これかな？もうそこを90分間自由に使っていい。さらに、まあ、本田さんは後ろの予約入ってなかったら一日中いてもいいよって言ってました。おー、なるほどね。はい。まあ、なかなかこのね、スペースを、こうパッて自分でね、作り上げようと思ったらめちゃくちゃ大変だし、ねえ、これ、すごいですよね。富士山見える？これ、富士山は実は反対側らしいんですよ。これ、駿河湾を見てるらしいんですけど。なるほどね。うん、後ろ。背中に富士山を感じながら。そうなんですよ。それがまたいいですね。行きたいな、うん、で、まあでも本当、多分ですけど、より思いを持ったオーナーが立っていく時代だと思いますね。うん、ですよね。うん、いや、本当にそれはね、めちゃくちゃ感じてるんですよね。だから今こそ、このね、オンラインで発信する、まあ、うん、あの機会がね、まあ、皆さん結構ね、オンラインなんとかに時間を費やしてくれる方が増えてる中、ほんまにチャンスだなってすごい思って。うんで、まあね、もちろん、この解除が明けて、じゃあ、来月、再来月、まあ、夏休みとか、まあ、旅に、ね、実際リアルな旅に出かける方が、どんどん増えてきて、でも、そうなりても、ちょっとじゃあ、オンラインでまず、どんな宿かちょっと見チェックしてから行こうかなとか、さっきのお茶のね、ところなんかはちょっとオンラインでちょっと様子を見て、ああここだったらやっぱり間違いなく行きたいなみたいなね。おっしゃる通りですね。なんかオンラインはオフラインはオフラインで最高なんですけど、オンラインはオンラインのその楽しみ方みたいなものも今後出てくるだろうなというか、なんか新しい市場としてオンラインの旅行じゃないですけど、絶対新しいのが。そうですよね、できるだろうなと思ってます。だって、まあ、基本的にね、皆さん、まあ、仕事されてる方って、まあ、土日休みっていう方が多くて、で月から金までまあ仕事してるってなると、でこれからって多分、月から金は夜ちょっとだけオンラインで旅行して、土日リアルでちょっとまあ1泊2日で行くかと。でその、うん、月から金の、まあまあ毎日ね、オンライン旅行しなくてもいいかもしれないけども、ちょっとその、2ヶ月前にオンライン宿泊した、ここなんか結構良かったし、じゃあ泊まりに行こうかな、みたいな、うん、なんかそういう行動に、この数年で僕なっていくんじゃないかなって。面白いですね。思ってる。結構真面目に思ってるんですよね。で、そういう意味で言うと、まあ、オンライン〇〇をどんどんいろんなところがやっていけば、ね、そういうお互いをこう紹介し合える形にもなるし、例えば僕とこなんか宿だから、うん、それこそ、私がね、来週そのお茶のね、オンラインのツアーに参加させていただいたとして、はい、例えばリアルに、来年ね、まあ、海外の方が来年戻ってくるっていう前提で、来年例えば春海外の方が来ましたと。で、東京にまあ、大体私のお客さんで大体2週間ぐらい、滞在する方が多いの で私の場所って京都だから、はい、東に行くか西に行くかどっちかなんですよね。まあもちろん金沢に行くとかちょっと北に行く人いますけど、うんうん、で、だから東京行くまでによく聞かれるんですよ、これ実際の話。東京に行くまでになんかおすすめのなんかないのって聞かれて、で、ああそっかそっか、じゃ あ、まあ高山とか、ね、古川に行ったらこういう自転車のサイクリング楽しめるよとか、タクがいるぜ、タクがいる、そうそう、タクさん聞いてるかなこれとか今ちょっと思い出したね、そうとか、高山にも僕の好きなソイさんっていう宿があって、そこにそこもう絶対間違いなくおすすめだよと。で、まあ、ゲストの中にはじゃああったら言うんだったらちょっと行ってみようかっていう形になるんですよね、うんうんうん、なのでじゃあで僕大体ほとんどっていうか自分が行ったことって自分が行って自分が良かったとこしか紹介しないんですよ基本的に。じゃないとだってね、本気でやっぱり紹介したいっていうか伝えたいし、だからこそ僕自身もいろんな日本のね、うん、いろんなとこに、まあ、出かけていって体験する必要が、まあ、宿をやってる人としてそれは絶対やって続けていかないといけないといけないなと思ってて、うん、なのでじゃあ今日さっきちょっと話それましたけど、その東京行く前にお茶のここはなんかすごい絶景だよとかってやっぱり言えますからね。うん、いやいいですね。今聞いててコンシェルジュの方を思い出しました。
その一流ホテルのコンシェルジュの方、もちろん富士山も一流ホテルのコンシェルジュの方なんですけど、は自分が体験して本当にいいものって思うもの以外は絶対紹介しないんですよ。だって自分がいいと思えないものどうやって紹介すればいいの？そうですよね。そうそうそう、はい、おっしゃってるのを聞いて、あ、そりゃそうだって思いましたし、そう、一流の人こそそう言ってますよね。なんか それはね、別に宿、あの場所に関わらず京都のお店にしても、うん、あの、まあ、近くのお店とか、まあ、よく自分が行くとこだったら間違いなくこう自信持ってお勧めできるし、あの京都のお店でも、まあ、だからそういう意味で言うと、なんかある程度高いお店も自分で行ってやっぱ食べないといけないなと思ってて、うん、だからそこはね、で自分のやっぱり幅をいかに広げてるかで、そのオプション ABCDEFGZ まで用意できるかっていうところじゃないですか、やっぱり。確かにそうですね。だからそうなると僕は思ってるのは、いろんな、あの、まあ、最近ね読んでる本で、この、まあ、別に本の紹介する話じゃないです、この縄文最強の縄文型ビジネスっていう本を。気になる、ちょっとポチッとしてもいいですか、僕。あ、もちろん、あのね、で、なんかやっぱり協業しましょうっていう話なんですよね。あの、まあ、また後でお伝えしますけど、あの、何、写真撮ります？あ、大丈夫です。僕今、アマゾン。あ、アマゾンでね。注文しました。あ、じゃあ早いな。これ別に貸しますよ、これ。72円。大丈夫です、大丈夫です。あの、でね、なんかその、この、そうそう、別に、あの、本の紹介をする、あの、ライブ対談じゃないんですけど、はい。あの、ビジネスモデルを持って直感的に動く。まあ、これはそうですけど、すべてのステークホルダーと協業する。だから、すべてのステークホルダーと協業するっていうのは、多分、これまでって、なんかね、あそこはなんか、あそこの宿は、なんかちょっと、ね、コンペティターだから、みたいなね、そういう話とかあると思うけど、まあ、そうじゃなくて、これからって多分、いろんな宿、まあ、日本全国の宿が、自分たちのお客さんを、うん、あの紹介し合うみたいな、なんかそういう流れになるのかなと思ってるんですよね。そうですね。志は同じ人たちがつながり合うみたいなのはすごく面白いですし、うんうん、それこそ藤田屋さんが好きな人は、富士山の好きな別の宿のことも多分好きになると思うっていう考えると、うん、その、なんて言うんでしょうね、コミュニケーションをシェアするじゃないですけど、なんかそういう経験をシェアするみたいなことはすごい今後も大きくなっていってほしいなと思います。そうですよね、うん、なんかあの僕がよく聞いてるポッドキャストの一人 の、うん、あの方が言ってたのは、あの自分が好きな寿司屋の大将におすすめのお店を聞くらしいんですよね。おお、面白い。うん、でこの人が言うイタリア、まあ、寿司屋の大将にしても、うん、この人が言うイタリアンだったら間違いなく美味しいはずとか、まあまあそりゃそうですよね、うん、あのだからそういうことを、だから宿も多分そういう機能を果たさないといけないのかなと思ってるんですよね。だからっていうことはやっぱりアクティビティをいろいろ、自分自身もいろんなアクティビティを体験しておいて、で、ここに行くんだったらここで、例えば僕、私、西表島にね、あの、よく、まあ、よくって言ったら、まあ、4回、5回ぐらい行ってて、うんうん、で、まあ、これぜひね、体験しても、まあ、なんか別にこの話をすると全くなかったんですけど、めっちゃ気になるんですよ。西表島のね、タカさんっていう、あの人が、名字なんだったっけな、タカさんって呼んでるんで、またちょっと後で送りますけど。西表タカさん。西表、ニライナホリデイズ。ニライナホリデーズって、カタカナ、ローマ字、英語かな？ニライナホリデーズっていう、はい、まあ、ニラカナイって言葉あるじゃないですか。あれの、ニライカナイ、はい、あれのちょっともじってるのかな？ニライナホリデーズ。はい、出てきましたね。うん、そこのね、タカさんっていう人は、もともとそのニライナホリデーズで、仕事されてたんだけども、そこのヨットを買い取って自分でやってるんですよ、ご自分で、クルージングツアーを。で、1人1万円か1万1000円だったかなぐらい。タカさん出た。出ました、タカさん。タカさん、かわいい顔してますね。タカさんね、タカさん実はあの横浜出身ですよ。え、そうなんですか。うんうん。私も横浜。あ、ですよね、そうそうそう。はい、だから、だから、高明さん。そうそう。で、移住して、西表が好きでね。で、そこでヨットの仕事をして、まあ、ただこの状況だからかなり影響を食らってて、まあ、この間も最近どうですかって連絡したんですけど、まあ、6月ぐらいからね、再開するけど、なかなかでもやっぱりね、島だからそんなガッと人はね、入れにくいでしょうし、この状況だから。
うん、でもやっぱり僕もいつもあの沖縄に行く人がいたら西表に行けよって言って、ガンガン紹介するんですけど、なので、だから僕は京都ですけどね、京都にいてこういうのやってるけども、やっぱり沖縄の情報だとか、うん、でよくまあいるんですよ、ゲストの中にはね、関空から沖縄に飛びますよ、あのビーチで行くんだけど、なんか沖縄のいいとこないのみたいな、うんうんうん、それこそだから、そのノットワールドさんがやられてるそのガイドのね、ネットワークの方々と僕もいろいろつながりでお知り合いができれば、じゃあ沖縄で行ったらこのガイドが間違いないよとか、確かになんかそういうね、紹介もできます、できるじゃないですか。だから僕はこれまで自分が参加したね、あの人たちの紹介をしてますけど、うん、このますますこの今後の状況って、まさにそういうつながりが、すごく求められるんじゃないかなっていうのと、まあ、オンラインでますますそれは感じるんですよね。いいですよ、いいですよ。なんかオンラインになったけどオフラインの大事さを感じるじゃないですけど、うん、そのなんでしょうね、僕もよく思うんですけど、なんて言うんでしょうね、不特定多数の人が推薦するものと、はい、僕が一番信頼する人が推薦するもの、どっちがいいんだじゃないですけど、うん、なんか食べログ 4.0 のラーメン屋と、うんうん、僕が一番信頼する男のおすすめするラーメン屋、わかんないです、食べログは 3.5 ぐらいかもしれないです、はい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 、どっちに行くんだって言ったら僕は絶対後者なわけです。そうですよね、うんうん、はい、だからなんかそのレビューの重みっていうのが今後より出てくるんじゃないかな、そうですよね、はい、いう気がします。なんかメタサーチはより安い方を選びますけど、うん、そのトリップアドバイザーの今後ってじゃないですけど、レビューの今後って何なんだろうっていうと、うん、僕はカスタマイズ化じゃないかな、うん、より自分に合ったものをレコメンドしてくれるかどうかじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね、はいはい、今の話はまさにそうで、信頼ができる方のおすすめは最高だろうなと思っている。そうですよね、うん、だからそういうことを、まさにでも今って本当に僕も、まあ、来週ね、そのお茶の体験もさせてもらいますし、でこれこの間オンライン資格で河野さんが参加してくれた時に聞いた、はい、Airbnb の海外の、ツアーっていうかオンライン体験かな、イベントにも、はい、まあ、これからちょっと来月ぐらいから参加させてもらおうと思ってて、海外で、で、まあ、もちろんそれは自分がフィードバックし、自分にフィードバックして自分が何か生かすっていうのももちろんそうだけども、例えばその海外の方と私たちのゲスト、これから来るであろうゲストの方と話してて、それって別にあの京都だけの案内に限らず、いやオランダにこういうツアーがあってこれ結構面白いの知ってるみたいな、なんかそういう多分そういう会話にこれからなるんじゃないかなと思って、うん、なるほど、確かに。だから視点からすると関係ないですもんね、うん、国と。そうなんですよ。で、うん、やっぱりまあね、河野さんももちろんご存知の通り、やっぱり誰かと話してて、あそこ行ったことあるよってなったら、もう一気にこうギュッと縮まるじゃないですか。で、僕のコミュニケーションの基本ってもうほぼそれで、あので、僕もね、河野さんも世界一周してる通り、僕もあちこち旅をしてて、はい、で大体まあなんとなく大体行ってるので、まあね、あの主要な国のここの旅行に来る、京都のこの宿に泊まりに来る方々の国が、うん、まあまあほぼほぼね行ってて、例えばフランスの人と話してて、フランスから来たで、あ俺ニース行ったことあるけどニースってめっちゃいいよねってなると、あお前ニース行ったことあるのかみたいな、そういうこう、もうそこでもうこの距離がもう一瞬でこうこれぐらいになるんで、うんうんうん、で多分それのなんかネタのね、積み上げていくネタのこう一つが多分オンラインのそのツアーの、でもあるのかな。だからなんか捉え方いろいろあるんですけどね、あの、うん、そういう意味で言うといろいろ参加したいなっていうところはありますね。そうですね、そうですね、なんか本当それこそオンラインだからこそ行かなくても味わえる体験ってなんか素敵だなって思いますし、うん、そうですよね、テレビで見ていたあの光景を何でしょうね、双方向性でできるみたいな、うん、だからテレビで不思議発見で行った先のあそこの人と話せるみたいな、何かそういうのはすごいあるような気がします、ね、そうですよね、そうですよね、うん、あの宿のオーナーとちょっと話したいって、僕も結構あるし、で実際そうですよね、だから僕も、まあ、世界旅したのって2006年だからもう14年前ですけども、
まあ、今でもなんか思い出しますもんね。なんかふとなんかをしたときに、ああ、あの宿ですれば、なんかあのおっちゃんとこんな話したよな、みたいなね。あるあるある。ありそう。でまね、す。多分、それも結構キーポイントだと今自分で話して自分で思いましたけど、で、これからってだからオンラインの宿もあるし、オフラインの宿もありますよと。で、オフラインで泊まった後に、またちょっとオンラインで遊びに行きたいな、みたいな。なんか、それは良いですね。そのつながりを保つためのオンラインっていうのはすごい、すごい、すごいあると思います。それもオフラインのためのオンラインっていうことなのかもしれないですけそうなんだ。だから多分これからの宿って両輪だなと思ってて、ど。オンラインもあるし、オフラインもある。で、まあ、まずはお試しというか、まあ、ちょっと宿泊、いきなりちょっと京都泊まる、例えばゲストハウス泊まりたいけど、なんかちょっとっていう人が、ちょっとトライアルで試してみて、あ、なかなかなんかここの宿いいかな、みたいな。で、泊まる。で、未来には、じゃあもう一回、こう、なかなかね、毎年ちょっと京都行きたいけども、ちょっとなんか、あの宿、オフラインで面白いツアー始めたみたいだからとか、なんか面白いツアーを紹介してくれてるみたいだから、ちょっと泊まってみようかな、みたいな。いいですね。そういう流れになる。だから、僕たちもそういう意味では、いろんなラインナップを、それこそ、ノットワールドさんが、ガイドさんがね、たくさんおられて、そのガイドさんが多分それぞれ個性がある方がおられて、それぞれがやってる何かおすすめが例えばあったとしたら、まあ、僕もまずもちろん参加させていただいて、で、あ、なんかこれすごいいいなって思ったら、例えばですけど、来年京都に来る人に、あ、まずはじゃあオンラインでこの、アクティビティ参加してみて、試したらどう？みたいな。それおすすめできるじゃないですか。僕らのそとれこ面に白い。宿泊の予約が来るわけで、で、予約が来るのに、僕、前々からそれ思ったんですよ。もっとなんか、こう、なんか提案できないのかなと思って、事前にね。それめちゃくちゃ面白いですね。だって彼らって6ヶ月とか、まあ、最近ちょっとね、タームが短くなってきてますけど、まあ、3ヶ月とか、でもそれでもやっぱり3ヶ月あったら、こちらの提案力で、まあ、いくらでも、まあ、いくらでもというか、例えば興味がある分野聞き出して、例えば Google フォームで事前に、まあ、チェックインフォーム、これからも Google でやろうと思ってるんですけど、お渡しして、興味がある分野を聞き出して、それで、あ、じゃあこういうのだ、こういうのありますよ、みたいな、事前にやり取りする。いいですね。そのコンサルティングですよね。日本旅行の。そうなんですよ。それを宿ができたら最強ですね。だからそういうふうに宿がもうなっていかないとダメだと思ってるんですよね、僕は。で、競そこで、争に巻き込まれちゃう。そうです、そうです。で、そこでね、だから、まあ、僕もこの間、この間っていうか、このコロナの状況で反省点が2つあってっていう話を、山本心の、なんだっけ、セミナーでね、たくやっさてんましたよと一ね。番最初やらせてもらった時話したんですけど、まあ、やっぱり集客ですよね。集客に圧倒的にその OTA に頼ってる。Booking.com だとか、Agoda だとか、まあ、いわゆる、エクスペディアとメか。ジャーなね。じゃなくて、なんかその自分たちで、こう、そういうね、面白いことを発信したら、なんかあそこ直接予約したら、なんか面白いこと提案してくれるらしいぞ、みたいな。そうなると、Booking.com に支払う12%の手数料を、例えば、そのガイドさんに、ね、何パーセントか持っていけることにつながるかもしれないじゃないですか。だから、そうそれおで互いなんかいいのかなと思ってて。すね。大丸だと思います。いや、でも今後、それこそ、多分旅行者がもっと賢くなってくると、OTA で予約とかしなくなりますよね。そうですね。いや、本当ね、僕もそうなっていくんじゃないかなと思って、例えば、昨日ね、あるビジネスのコンサルやってる人と話したたら、なんかアメリカでね、Facebook が、まだ日本にはちょっとサービス入ってきてないけど、Facebook 自体で、なんかね、個人事業主の人たちが、なんか商売できるようなサービスをなんかローンチしたらしくて、で、つまり、Facebook 上で予約をガンガンできる形になっていくと思うんですよ。これから、多分1年後、2年後とか。でしょうね。そうなると、宿で、そのラインナップ、宿の Facebook ページでラインナップ用意しておいて、で、いや、ここは、例えば、このガイドの人、なんか知ってますよ、みたいな。なんかその宿が入り口になって、どんどん広がっていく形になっていくんじゃないかなって、ちょうど本当昨日おね、話ししてて、昨日の話でそういう世界を思ってるんですけど。いや、直接予約の強さはあると思います。なんか僕も
その一サプライヤーとしてやっぱり気持ちが分かるので、例えば本当に OTA の方々には申し訳ないとは思うんですけど、そのいついつ空いてる空いてないを検索して、でも問い合わせするのは僕直接やりますもん。ああ、そうですね。あで、そうするとちょっと言い方悪いかもしれないですけど、宿の方もいいように思ってくれて、はいはいはい、なんか最初にアップデートしてくれるんですよ、ね。はいはいはい、なんかアップデートっていうかあれなんですけど、なんか、うんうん、ここの部屋が空いたからやっときましたみたいなことを言ってくれる。わ、うんうん、かりますなんか、うんうん。だって 20% 取られるだけであれば、直接予約してくれた人をやってあげたいみたいな、うん、そうですね、なんかそういう気持ちもすごくわかるので、うんうん、なんか、うん、今後より直接予約が、そうですね。だからその直接予約っていう直接予約の意味は、多分そのお客さん、本当のお客さんからの直接予約でもあり、うん、その例えばノットワールドさんのガイドの方に、なんかオファーが来て、宿じゃあどうするのってなった時に、うんうん、このね、あのブッキングドットコムで取るんじゃなくて、まあ、ブッキングドットコム取ってもいいんですけど、あの宿に直接ね、連絡、その、やっぱりお互いの関係性ができてたら、そういう流れになるじゃないですか。うん、まあ、以前もね、なんか佐々木さんと、あのノットラドの佐々木さんとね、去年だったかな、なんかそう同じような、あのまあ、インバウンド関係の方集まってる時に、あの確か話してた記憶がありますけど、あのやっぱりね、コミッションをなんか OTA に払うんじゃなくて、お互いでなんか回し合ったら、ね、より有効に使えるなって話をね。うんもちろん OTA も超便利ではありますしね。もちろんもちろん、うん、やっぱりどこまで行ってもやっぱり頼らざるを得ないところはね、うんうん、もちろんあるんですけどね、うん、なんだけど今後は変わっていくだろうなっていうのは、そうですね、僕らも本当に思います、うん、だから例えばもう来年の何月と何月の何月のこの日にこういうイベントやりますっていうのを僕がもう今の時点で発信していて、でお客さん、あ、それ面白いから、じゃあ来年のこの時期は その何月何日はそれ行こうってブッキングしたら、それはもう直接予約じゃないですか。うん、やっぱそういう宿側もそういう、なんていうのかな、そのイベントを発信して実際作り込んでこう、うん、予約までもらう力、そういうのをつけていく時期に来てるんじゃないかなと思う。まあ、もともとまあ、そういうのは、ね、もちろん必要だったんですけど、それがね、コロナの状況で、うん、まあ、反省点が2つあるって言った反省点の2つ目ですね。やっぱりその、集客の力というか。いや、でも、それ、コロナの、まあ、それこそ、人が亡くなってしまったりみたいなことを別にすると、うん、すごく良かったことの一つじゃないかなというふうに思います。そうですね、そうですね。うん、その個人がオンラインでどれだけ存在感を示せるかじゃ、まあ、オフラインでももちろんいいんですけど、うんうんうん、なんかその個人個人が発信していかなきゃいけないみたいなことを、はい、改めて思い返すいいきっかけにはなりましたね。うん、僕自身もそうですし、うんうんうん、なんで、まあ、コロナも悪いことばっかりじゃないぞっていうのはすごく、そうですね、私も本当に全く同意見で、あの、うん、なんか本当はっていうか、これ前からやっておくべきことだったはずなことを、うんうん、今まさにガツンとこうすごくいい叩かれて、こう3回ぐらい1回あの倒れ込みましたけども、ちょっと起き上がって、うん、ふと考えると、うんうん、もう トリプルじゃなくて、4つの A ですね、 AAAA みたいな感じかなっていう。いや、でも本当おっしゃる通りですね。そうですね。で、捉えないとなんかこの世の中を楽しく過ごしていけないんじゃないかと思うわけでございます。ですよね。うん、でもまさに僕も、まあ、多分河野さんもそう感じてるかもしれないけど、あの立ち上げ時期、あの、まあ、私の場合2014年の8月にオープンしましたけど、うん、創業時期のほんまにこう一人でガーッとやってた時期を今なんか思い出しててですね。うんうん、でもあの時は、あの僕、このクラウドファンディング今やってますけど、クラウドファンディングスタートするときに、まあ、ライブ、動画を撮ってね、流した時にもちょっとその話したんですけど、まあその時なんか、ちょっと感極まって泣いちゃったんですけど、実は。あの、まあちょっとそれは、あの、後で見てください。で、やっぱりその時って僕結局一人で、本当に一人でやって、まあまあもちろんね、サポートしてくれる方はおられましたけど、あの、なんかそういう、どうなるか分かんない、あの、宿、だって自分でいきなり宿を、ね、新築で建ててやるって、
よく考えるとめちゃくちゃリスクじゃないですか。で、お客さん来なかったらじゃあどうするんだって言っても誰も責任取ってくれないし、自分の責任でやってるわけで、本当にね、首くくらんとあかんかなぐらいの覚悟でやってたんですけど、でもそう考えるとね、今っていろんな、まあ、まさにその河野さんであったり、いろんな周りのね、こう一緒になんかやれる方がおられるし、こうどちらかというと僕は結構なんか、まあめちゃくちゃこう、思いっきり売り上げは影響を受けてて、もう死に、半分というかもうほとんど死んでますけど、うちもです。まあワクワク感というか、なんていうのかな、こう新しく本当にみんなで作っていこうっていう、動きはすごくこう、なんか、アドレナリンが、こう出てるというか、わかりますよ。僕も今超出てますからね。その多分ゼロイチを経験した人は、うん、ゼロイチに対してものすごくアドレナリンが出るはずなんですよね。うん、そうですね。うん、なんかそのそれこそ僕らも言ってしまえば2014年に起業して、今はまあそれなりになってますけど、コロナゼロになったと。そうですね。うん、でゼロになってからこっからが勝負だと思うんですけど、なんかそこを楽しめるんであれば最高ですよね。しかし我々は今のところ楽しんでるんですけど、その、なんて言うんでしょうね、その今おっしゃっていただいたような、そのお金の心配、お金の心配、まあ続けていけるのかみたいな心配を別として、新しいニーズを掘り起こしていくとか、うん、新しい世の中にどういう価値を与えていけるんだろうかみたいなことを考えることに対してのワクワク感は多分人一倍あると思う。そうですね。いや、私も同じくです。この1ヶ月本当に、なんかもう本当ワクワクしてしょうがないですよ。なんかだからやることがね、なんかいっぱいあって、なんかもう、なんか、どうしようかなみたいな感じ。なんかいっぱいあって、なんか何もできてないなみたいな感じが気がつくと。出ましたね。それハリネズミの概念ですよ。本当にね。だからいやなんかね、いやだからこの間本当に河野さんのね、取り組みをその海外のねチェックしてるっていうリストを見たときに、いや、はい、この人すげえなって本当にこうマジで感動したんですよね。だからありがとうやっぱこういう人となんか一緒にやりね、こう、なんていうのかな、まあ、一緒にやるっていうか、こうなんかね、こうサポートし合うというか、まあ、私もサポートしてもらう側ですけどね、今は。なんかこういろいろ作り上げていくなんか、まあ、きっかけみたいなことをなんかみんなでシェアできたら、本当にこれね、面白いことを作り上げていけるなって思ったんで、それは楽しいと思います。うん、なので、ちょっとこれね、いや、本当は実は世界一周の話とか、もっといろいろ聞きたいこといっぱいあって、ちょっとなんかね、ちょこっと、まあ、毎週とは言わないですけど、ちょっとなんかやりましょうか、ちょこちょこと。情報共有も含めて。やりましょう。はい。なんか、藤田さんの、なんだ、あれ？なんか藤田さんの映像じゃねえ、音声だけが遅れて聞こえてくるんですけど。あ、多分ね、それね、Facebook 見てるからちゃいます？あ、そうだそうだ、そう、さっき Facebook 開いたからか。なるほど。そう。あのね、Facebook を開いてると、あれですよ、ずれるので、なんか、すごい、だいぶ時差ありますよ、それ。そうそう。さっき藤田さんが喋ったことが裏で聞こえて、なんだこれはと思って。そうそう、多分10秒ぐらい時差ある。もうちょっとあるかな？もう結構ありますよ。いや、すみませんでした。何事かと思いました。なんかちょっとね、すみません、これライブがね、なんか途中でね、なんか知らない間に切れてしまったみたいで、ちょっと全部が皆さんに見ていただけてないかもしれないけど、まあまあちょっとこれもトライアンドエラーってことで、はい、僕みたいな酔っ払いが本当に面白い。いや酔っ払いがちょうどいいですよ。これなんか僕もなんかね。なんか真面目に話すのもね、いやなんかね、こう僕もいろいろこの間お話した通り、はい、対談みたいなことをいろいろやっていきたいなと思ってて、うん、この場でね。で、なんか、それがまあ皆さんにとってね、どこまでじゃあ、例えばお金払っていただくとしたらどこまで価値があるのかって言われると、ちょっと私もうまく答えないんですけど、なんかちょっとこう、続けていく、なんかこういう場をね、続けていきたいなと思ってて、例えば、またちょっとそれを改めて報告したいなと思ってますけどね。まあ、藤田屋ラウンジって、スタジオというのかな。はい。なんかそういうのを継続していきたいなと思ってますんで。はい。僕も今週、また金曜日に
宿泊しに行きます。うん、まあ、そうですよね。そうそうそう、そうです。楽しみだな。ちょっとだけレベルを、ちょっとバージョン変えたやつでやろうと思ってますんで、またちょっと新しい。はい。というわけで、そうか、だからオンライン宿泊のね、皆さんもちょっとこれ見ている方はぜひ、ぜひ参加してくださいって。すでにリピーターがここにいますからね。あ、そうそう、いきなりリピーター。1週間も経たない。でも、それができるんですよね、はい、オンライン宿泊ってね。うんうん。だって、来る人が違いますからね。一緒にいる人が違う。そうそう。あ、そうなんですよね。だからそこも、魅力です。で、実はね、この、実際泊まっても、みんながみんなこのね、ラウンジに集まって話すっていう場って意外とあるようで、まあ、もちろんありますけど、でもそういう意味で言うと、オンライン宿泊だとみんな一気に集まるから、でしかもその2時間ですごい濃い時間になるので、なんか、より濃い時間になるんじゃないかなって、何回もやってて何回も感じてますね、それは。いいですね。どんどんつながりましょう。ワク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 。そうですね。というわけで、ちょっとね、なんかもう、長々と私もどんどん喋ってしまいますんで、ね、お時間も、まあ多分、この後、河野さんまたガンガン飲むと思いますんで、はい、今日はこの辺りにして。僕はそろそろ眠いです。あ、眠い、そう家帰んないといけない。あ、そうか、そうですよね。すいません、時間遅い時間まで。ええ、とんでもです、とんでもです。はい、なので、というわけで皆さん、オンライン宿泊の魅力が伝わったから、まあ、別にあまりオンライン宿泊を語るね、ガンガン語る場とはあんま思ってなかったんですけど。ね、というわけで、じゃあ、皆さん、さよなら。お疲れ様です。お疲れ様です。また、やります。ではでは、失礼します。お待ちしてます。はい。また来週、また今週。また今週。終了します。はーい。はい。あ